まず自己紹介をお願いします。はい、京都大学の全学自治会同学会の書記長を務めています作兵衛と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回鈴木達夫選挙に参加するきっかけは何ですかね。そうですね、まあ、まず鈴木達夫さんのやっぱり主張っていうのがものすごいと思うんですよね。それは何かって言ったら、まあ、他の候補とかが何言ってるかって言ったら、まあ、自分に任せてくれと、自分に任せてくれたらうまくやるんだ、安倍の暴走を止めるんだ、そういったことを言ってるわけですよね。しかし、まあ、鈴木達夫さんが何を言ってるか、それはいや労働者にこそ力があるんだと、労働者の団結で安倍をもうぶっ倒したんだと、だから我々が次の主人公になるんだって、労働組合だし学生自治会を本当に蘇らせていく中で自分たちが社会の主人公になるんだって、そう訴えていることに対してやっぱりこの人はすごいなって思ったし、まあ、自分も同じく現場でそういった戦いをやってるからこそこの人と一緒にやっていきたい、そう思いましたね。であれなんですよ、ね、京大で、まあ、公安事件があった後抗議集会を開いたんですよね。その時に真っ先に駆けつけてくれたのが、まあ、鈴木達夫さんで、まあ、講演会やってくれたんですけれども、そこで、まあ、大学の自治っていうことと戦争と関連して大学こそ反戦の砦にするべきなんだっていう、そういったね力強い訴えとかも含めて、まあね、すごい尊敬してますし、今回ぜひ杉並区で東京8区で鈴木達夫さんを衆議院議員にしたいっていうような風に思ってます。はい、まあ、この選挙を通じて何を訴えていきたいですか。そうですね、まあ、先ほどのね鈴木達夫さんが労働者学生にこそ力があるんだっていうことを言いましたけれども、まあ、そこだと思うんですよね。僕も、まあ、同学会京都大学において公安を摘発したっていうようなことがありましたけれども、まあ、それに合わせて、まあ、ものすごい弾圧とかも来てるんですよね。熊寮に対して警視庁から150人も公安と機動隊がやってきて家宅捜索をする、威圧する、でそれをマスコミにキャンペーンを張らせる、そういったことは やられている。その中でもう学生がしっかり団結してそれを跳ね返していってるっていう、団結をむしろ拡大している、そういう現状があるんですよね。やっぱり学生には学生自治会で団結したときにものすごいパワーが生まれる。そしてそれは労働者も同じで、労働者が現場で戦っているときに戦争なんて止められるんですよね。労働者がストライキしたら、輸送の労働者がストライキしたら軍事物資なんて運ばれないし、で自衛隊がストライキしたら戦争なんて起きないんですよ。学生がストライキを起こしたら軍事研究なんて一歩も進まない、そういった力が労働者学生にこそあるんだっていうことをガンガン訴えていきたいというふうに思ってます。はい、では最後に何か一言あれば。最後にですか、まあ本当にですね、まあ、今の社会こう暗黒の時代なんていうふうに言われたりしますけれども、まあ、本当にね、まあ、鈴木達夫さんが、まあ、弁護士として弁護団長としていろんなね裁判勝ってるんですよね。労働組合学生自治会と一緒になってで、まあ、この度京都大学においても公安を摘発して実際に追放していく、これ例えば秘密保護法犯保護法ってありますよね。あれとかも誰がそれ秘密をばらしたっていうことを察知して訴えるのかって言ったら、それは日常的に公安警察とか国家権力、あるいはそれに準じて、まあ、支配しているような体制内の組織とかがそういうことをやるわけですよ。でそれを跳ね返して追放したっていう力を、まあ、兄弟で示したわけですよね。うん、そういうような、なんていうかな、あ、ちょっと詰まってしまった。そういうような本当にね、まあ、力があるっていうことを、まあ、あ、ちょっとって言っていく変えました、ちょっと途中で変になっちゃった。いよいよ、はい、最後一言だよ、はい、なんか掛け声的なの。どうしようかな、うん、ちょっと思い浮かないな、掛け声、うん、あー、どうしようか、まあ、暗黒の時代なんていうふうに言われてますけれども、労働者学生がね本当に団結すれば勝つことができます。力があるのは国会なんかじゃないと、我々にこそあるんだと、だからこそもう全力でもうこの杉並区で
鈴木達夫さんを選挙で通して、さらにそれを起点にもう全国全世界に我々は勝てるんだ、ここに選択肢があるんだってことをもうね全面に訴えて勢力を拡大していく、労働者自身の党を作っていく、そのことに全力をね皆さんで尽くしていきましょう、一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。